それでは定刻となりましたので、今週の古川委員長の定例記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。それでは定例関係を始めたいと思います。冒頭は私から昨日、大谷選手とダルビッシュ投手の対決、世界の最高峰の舞台で日本人の2人が対決、皆さんも大変関心を持ってご覧になられたんじゃないかと思いますが、私も若くドキドキしながら来ておりましたけども、今日は山本選手が投手ですね、投げるということで、大変楽しみでありますが、ただ同時にですね、私は物心ついた頃から、名古屋ですから中日ファンで、少年ドラゴンズにも入って憎きジャイアンツを倒して優勝するんだっていう思いをドラゴンズをですね歌っていた人間からすると、すっかりジャイアンツもなんかちょっと大丈夫っていうぐらいに あんまりこう弱くなってるって大変ジャイアンツなんか知るんですけども、なんかこう憎きジャイアンツっていうほどでもない、そういう存在になってしまってます。そもそも日本のプロ野球がですね、からなんか関心がだんだん日本人全体が薄らいでると、選手たちもですね、かつてはそれこそスカープロ野球選手というのは日本のプロ野球、特にジャイアンツというですね、江川事件なんかもありましたけど、そういう感じですけども、今ややっぱりこう目指すはみんな、メジャーリーガーということで、日本のプロ野球は、通過点しか過ぎないというような状況になってしまっていることについては、ちょっと寂しい気もいたしますから、やはりね、日本のプロ野球頑張ってもらいたい、特に我が愛するドラゴンズは最近ドベゴンズとも言われたりして、ずっとこう低迷を出しておりますので、なんとか今年は間もなく日本のプロ野球も開幕しますけども、優勝争いをしてもらいたいものだなというふうに思っています。こうしてですね、これただちょっと私今回の問題、今回のね、大谷選手やダルビッシュ選手、山本選手、プロ野球、プロ野球の選手の話を出しましたけども、日本人がこういう世界の第一線舞台で活躍する、そういう日本人が増えているということ、これは大変頼もしく思いますが、ただ同時にちょっとですね、危惧するのは、日本のプロ野球のようにですね、これ実はスポーツ界じゃなくて、例えば研究者の世界なんかでも、もう日本の大学とか研究機関じゃなくて、世界の研究機関、そういうところの方が思い切った研究もできるし、ですね、本当にこう、研究環境もいいというので、そういうふうにですね、いろんな分野で、優秀な日本人はいるんですけども、そういう人が国内で活躍するというよりも世界で、出ていってしまうと、なかなかですね、そういう国内に魅力を感じないようになってきてしまっているような環境があることは、これはちょっと、残念ですし、そこはですね、やはり、政治の立場としてやはり国内にですね、本当にそういう優秀な人たちがとどまっておられる、そして、日本から出ていくだけじゃなくて世界から日本にですね、やっぱり来てもらえるか、そういう環境を作っていくことっていうのが、これはやっぱ大事じゃないかなと思います。で、最近はですね、そういうこう、非常にこう高度な分野のその非常に能力のある人だけじゃなくて、日本は賃金が安いということで、ですね、かなりこうもうシンプルな働く、普通に働くの際もですね、日本よりも海外の方が給料がいいからというので、若い人なのでですね、海外に出て働く道を選ぶような、そういう人も増えてきてしまっているということをですね、よく耳にします。そういった意味でもですね、これやっぱり改めて国内で、働く環境、これをですね、賃金もそうですし、いろんな意味でやっぱ魅力を高めていく、やっぱりそうしたことがですね、非常に大事だなと
ということをですね、感じております。まあ、我が党は、まあ、給料が下がる、経済の実現と言っておりますが、まあ、これは日本経済のためだけじゃなくて、やっぱりですね、この日本の魅力を高めていく、国内魅力を高める上でも、まあ、非常に大事なことになるというふうに思っております。冒頭は私からは以上です。ありがとうございました。それでは、記者の皆様、今日、社名、市民をおっしゃっていただいた上で、挙手をしていただければと思います。はい。自立市民の塚です。日銀の金融政策についてお伺いしたいんですが、先日の政策決定会合でマイナス金利を誕生という発表をしました。まあ、金融政策の大きな転換ではないかと言われますが、もうですね、まあ、事実上そうした方向性は前々から示唆されておりましたので、まあ、それが、まあ、正式にアナウンスされたということではないかと思います。まあ、ただですね、結局、まあ、マイナス金利をやめたというぐらいでですね、まだまだこのいわゆるこう普通の金融政策に戻るんですっていうふうに、植田総裁は言いましたけども、その普通の、まあ、いわゆるこう通常の金融政策に戻っていくまでの道のりはですね、まだまだ長く遠いんだと思います。まあ、そういった意味ではこちらの方向に行きますよと、確かに向いてる方向はですよ、右向いてたのが左の方向向きますということは、宣言したかもしれませんけども、でも立ってる位置は変わらない、同じ位置立ってて右向いてたのが左向いたというだけでですね、じゃあここから左の方向に、進んでいけるかというと、まあ、これはまだまだ足元の経済状況とかそういうものを考えると、容易なことではないし、またこの先にはですね、まああまりにもこうずっとこう思っているのは今まで、まあ、今ギーダリという言葉を使いましたから、あえてその例えを使わせれば相当右の方に行っちゃいましたので、はい、ですから、いわゆるニュートラルのポジションに帰ってくることだけでもですね、大変 で本当にこう、まあ、総裁が言われるような普通の金融政策が行えるというポジションになるのはまさにそういう意味でいうとこうニュートラルのところに帰ってきて初めてそこからですね、そういう通常の、まあ、いわゆる、金融政策が、まあ、行える環境に至るということですから、まだまだそこへ至る道のりは長くまた険しいものがあるんじゃないかというふうに思います。じゃあ大規模緩和政策の正常化へのソフトランディングの第一歩としては、まあ、評価する、まあ、本当にソフトランディングができるのかどうかですね。まあ、かつてですね、この異次元の金融緩和に踏み切った時にですね、まあ、当時ちょっと付き合った日銀のまあ、幹部だった方と話をして、まあ、私が、まあ、日銀もルビコンが渡ってしまいましたねって言ったら、ルカさんルビコンがじゃなくてサンズの川ですえって言ったら、ルビコンが渡っても戻ってこれますけど、サンズの川渡って戻ってきてはいけませんからと、まあ、そういうことをやりました。まあ、それくらい要するにこう、まあ、極めて異例の、まあ、だからそういう次元の金融緩和ということだったかもしれませんが、まあ、私もこれもその後何回か国会でもですね、黒田総裁に出口戦略どうするんだということを、問いただすことがありますが、まあ、その度に、今は考えるような、状況ではないと、まあ、考えること自体がいけないんだというそういうですね、ような答弁になりました。まあ、私は実際にはそれはですね、まあ、考えてもなかなかこれ簡単に
出てくるそういう出口というのは見当たらないというところがですね、私はやっぱり、あったんじゃないかと思います。まあまあ、これあれからもう11年ちょっと経ってますので、まあ、当然日銀の中でいろいろこうそういう検討を重ねて、まあまあ、内部では我々は明かりしないところありますが、まあ、それなりの出口戦略は用意した上での、まあ、今回の報道であると思いますが、しかしここから先はさっき申し上げたように、非常にですね、思わぬことが起きる可能性がですねありますので、本当に、まあ、戻ってくれるのかどうか、ですから本当にソフトランニングができるのかどうか、ちょっとでもこう、まあ、ハンドルを誤るとこうですね、これはもうハードランニングと呼んでます。やっぱそういうリスクはあると思います。で、まあ、植田総裁もですね、私は、まあ、植田総裁の発言ぶりを見てますと、まあ、そのことは十分認識して、おられるんじゃないかなというふうに、拝察をいたします。他にございますか？共同通信の山崎です。憲法審査会について思います、うん、今日は、幹事とのセットはされていますけれども、なかなか、まあ、改善に向けた準備が進まない状況です。まあ、古川委員長、この状況どういうふうにご覧になっていますか？はい、まあ、これ先週申し上げましたけど、やっぱり、憲法審のこれはね、議論を進めていくべきだという考えです、では変わりません。まあ、末永党は維新の会と有志の会と一緒にですね、まあ、緊急事態条項の具体的な条項も示しておりますし、やはり、議論はですね、きちんと進めていくべきだというふうに思っています。他にございますか？はい、読売新聞の宮と申します。政治改革特別委員会の研究をしていただいたんですが、先日の逆区で、まあ、議論になったのかどうかというのが一点と、あと持ち方についてはその少数会派も含めて、まあ、全ての会派を網羅すべきと考えた、まあ、普通の委員会の、まあ、委員会の人数に応じて配分するという考え方を見てみて、特に政治改革特別委員会早く設置をするように求めていこうということは議論はありました。まあ、しかしその中身については特にそこの場で、議論はありませんでした。まあ、この問題についてはですね、やっぱりこれは各党会派、そして少数会派を含めてですね、やはり幅広くちゃんと意見を聞けるような、そうした環境は整えた方がいいというふうに思います。他にございますか？読みさん、ジャイアンツも頑張ってくださいね。ドラゴンズも頑張りますから。知ったけ、切り抜け。お互いに、はい、やっぱり、ね、タイガースだけではやっぱりジャイアンツとドラゴンズも頑張らないと歴史ある球団なんですから、お互いに頑張りますよね。日経新聞の関本です。今朝も教育無償化の会議を、教育無償化を実現するから前原代表がですね、岸田総理の承認官の出席を求められましたけれど、求められました。で、今国民民主党としては、これまで政倫審に出られた方も説明を受けて、まあ、承認官の という次のステージに進むべきだというお考えだったと思うんですけれども、総理の承認官の出席についてはいかがでしょうか？考えておりません。はい。はい、他にございますか？なければこれにて会見を終わります。よろしいでしょうか？はい。ありがとうございました。